ランビック。ランビックはベルギービールの一種。ベルギーの首都ブリュッセルの南西に位置する地域でのみ、醸造される特色のあるビールのスタイルである。慎重に培養した醸造用酵母を使って発酵させるエールやラガーの製法と異なり、ランビックは自然発酵で作られる。自然発酵はブリュッセルを縦断する前根の谷に自然に生息すると言われてる野生酵母と バクテリアにさらされることで起こる。この珍しい工程により、ドライでワインやシードルのようなわずかな酸味という特有のフレーバーがビールに加わる。培養した酵母ではなく、醸造所の中や周辺に生息する野生酵母を使って発酵させる。その酵母の種類は86種類にも及ぶ。野生酵母を用いることで、ビールの発酵に通常用いられる酵母では分解で、 ないデキストリンまでもが分解されるため、3年後には糖分が全体の0.2%ほどになる。ランビックは野生酵母によってもたらされる乳酸とフェノールを由来とする特徴を持つ。乳酸は酸味とたくあんに似た香りを、フェノールは天然皮革に似た香りをランビックに与える。他の醸造所から野生酵母がすでに入った爆汁を購入して醸造を行っている。 上造所のことを、ブレンダーと呼ぶ。なお、正式に、ランビックと呼称することができるのは、パヨッテンラント地域や全ン川沿いにある上造所だけで、ある。カンティオン上造所の例では、ランビックの仕込みは、夜間の外気が冷えて、野生酵母が活発に働く10月下旬から翌年4月初めに、かけて行われる。煮立てた爆汁を、 尺道製の冷却プールに入れて外気に一晩さらすと、この地域の空気中にいる酵母が、爆獣に降りてくる。こうして、酵母を取り込んだ爆獣をキダルに移して、三年、発酵させる。酵母が住む環境を守るために、殺虫剤などは使わず、醸造所に寄ってくるハエを捕食する蜘蛛の巣もそのままに、している。ランビックは、16世紀には、 ブリュッセル近郊で醸造されていたと言われている。下記の大半は欧州連合 EU の伝統的特産品保護の対象である。純粋なランビックは濁っていて無炭酸の酸味がある飲料である。樽出しで飲めるところは数少ない。通常3年熟成させる。ベルギー国外に輸出されているものではカンティオンのグランクリューブルオクセラという瓶詰めのものがある。 熟成期間1年の若いランビックと2年から3年、熟成した古いランビックを混ぜて瓶詰めしたもの。若いランビックは、まだ完全には発酵していないため、瓶内二次発酵が起こり、炭酸ガスが発生する。約1年の再発酵でグーズになるが、瓶のままで10年から20年保存できる。名前は似ているが、ドイツのエールのスタイルであるゴーゼと別物である。マールスは、 ランビックを作った後に作る薄いビール。現在では商業生産されていない。伝統的な製法では、醸造したてのはるかに薄いビールをランビックに加え、さらに黒砂糖を加えた低アルコール分のビールはあった。ハーブを加える場合もある。薄いビール、または水を、もともと品質が劣るランビックに添加して、製造するため、薄くて甘い。 毎日飲める低価格なビールを作ることができた。このビールのあまりの後味の悪さを、フランスの詩人シャルル・ボード・レールは、まるで一旦飲んでから排泄したものをもう一度飲んだような味と評した。元来、砂糖を加えるタイミングは飲む直前だったため、それによって炭酸やアルコール分が増えることはなかった。今日生産されているファロにも黒砂糖とランビックが使用されているが、その味は、 必ずしも軽いものではない。今のファロは瓶詰めされているが、瓶で二次発酵しないよう、熱処理がなされている。ファロを生産している醸造所には、カンティヨン、ブーン、ビンデマンス、モールスビットなどがある。ランビックにクリークと呼ばれる、サクんぼボの一種を加え、瓶内で二次発酵させたて出来上がるのがクリーク、である。伝統的な製法のクリークは、 グーズのように辛口で酸味を持つものとなる。クリーク以外にも、ラズベリー、桃、クロスグリ、ー、ブドウ、イチゴの実やシロップをランビックに加える場合もある。時には、リンゴ、バナナ、パイナップル、アンズ、梅、ホロムイチゴ、レモン、ブルーベリーが使用されることもある。フルーツを加えてビールは、通常、瓶内で二次発酵させる。フルーツビールは、 ベルギービールの中でもよく知られた部類であるが、すべてがランビックを使っているわけではない。また、近年になって発売されたフルーツのビールの中には、天然の果物を実際には使用せず、人工甘味料によって甘みがつけられているものもある。ランビックという名前は、このビールが伝統的に生産されていたレンベーク村の名前を由来とするなど、諸説がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。